ご視聴いただきありがとうございます。シルバラさん、今日は何をするの？今日は無料で使えてクローンコピーができるソフトがあったので、それを試してみたいと思います。それは興味深いですね。早くやりましょう。それでは早速始めていきたいと思います。今日使うのはハスレオというソフトなんですが、使える機能に制限がありますが、クローンコピーはできそうなので試してみたいと思います。まずハスレオをダウンロードしていきます。ブラウザを起動してハスレオと入力して検索をします。ハスレオのページがありました。クリックして開きます。ページが開きました。ブラウザの翻訳機能で日本語にします。少し下に行くと左にハスレオ Win to USB というのがありますね。その下にハスレオ Win to HDD というのもあります。ハスレオ Win to USB の下の詳細はこちらというところをクリックしてみます。ここはダウンロードをクリックし、次のページを下にスクロールしていきます。3種類のエディションがあり、無料のエディションは機能が限られるようです。現在実行中の Windows OS をクローンするという機能が無料エディションにもあるようなので大丈夫かなと思います。無料エディションの下のダウンロードをクリックします。ダウンロードが始まり、すぐに終わりました。一つページを戻って、ハスレオ Win to HDD というのもダウンロードしておくことにします。ハスレオ Win to HDD の下の詳細はこちらをクリックします。ここもダウンロードをクリックします。下にスクロールしていき、無料エディションの下のダウンロードをクリックします。これもダウンロードが始まり、すぐに終わりました。ブラウザを閉じます。ここからはハスレオのインストールをしていきます。エクスプローラーを起動してダウンロードを開きます。ファイルが2つありますね。まず Win to HDD をダブルクリックします。これは詳細情報をクリックし、その後表示された実行をクリックします。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますが、はいをクリックします。セットアップに使用する言語の設定です。先にエクスプローラーを閉じておきます。これは OK をクリックします。使用許諾書ですね。よく読んで同意するを選択して、次へをクリックします。 Win to HDD のインストール先の設定です。このままで次へをクリックします。これもこのままで次へをクリックします。デスクトップにアイコンを作成するということで、次へをクリックします。インストールの準備が完了したということです。インストールをクリックします。インストールが始まりました。すぐに終わったようですね。これは完了をクリックします。ハスレオのインストールありがとうございましたというページが開きました。これは閉じます。次に Win to USB のインストールをしていきます。エクスプローラーを起動してダウンロードフォルダを開き、 Win to USB のファイルをダブルクリックします。
あとは先ほどの Win to HDD と同じやり方なので省略させていただくことにします。ハスレオの2つのプログラムのインストールが終わったので、ここからはクローンコピーを試していきたいと思います。最初にこのパソコンのストレージの接続状況を見ておきたいと思います。エクスプローラーを起動して PC をクリックして開きます。 C ドライブが 237GB、 D ドライブが 930GB になっています。まず D ドライブに C ドライブのシステムをクローンコピーしたいと思います。エクスプローラーを閉じます。ここからの作業は、間違えると Windows が起動しなくなったりデータが消えてしまったりすることがありますので、バックアップはしておいてください。それからあくまでも自己責任でお願いします。それでは始めていきたいと思います。デスクトップにある Win to HDD のアイコンをダブルクリックします。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますが、はいをクリックします。起動しました。さて、これはどれがそうなのかな。システムの複製というのがありますね。これでしょう。クリックします。複製したいオペレーティングシステムの選択ですね。 C の Windows が選択されていますね。次へをクリックします。ターゲットディスクの選択です。 D ドライブにコピーしたいので D のディスクを選択して次へをクリックします。フォーマットする必要があるとのことです。パーティションスキームは UEFI-OGPT が選ばれています。ディスクのデータは破壊されるということです。それで構わないので、はいをクリックします。フォーマットしているようです。UEFI パーティションとブートシステムパーティションの選択です。この設定のままで大丈夫だと思います。インストールモードはレガシーで、あとはいいでしょう。次へをクリックします。初期化しているとのことです。複製しているに変わりました。ここからは時間がかかるので、終わるまでの間はカットさせていただきます。下に何か出ましたね。これは処理が終了したらコンピューターを再起動してくださいにチェックを入れておきます。処理が終わって再起動しています。再起動しました。クローンコピーは終わっていると思います。エクスプローラーを起動してディスクの状態を見てみます。エクスプローラーを起動して PC を開きます。 D ドライブが 30GB 使用されています。これは Windows のシステムがコピーされていると思われます。エクスプローラーを閉じます。それでは再起動してD ドライブから起動してみることにします。 PC の起動時に F12 キーを連打してブートメニューを起動します。 UEFI ブートの UEFI-ST10 がそうだと思うので、そこから起動します。Windows 11が起動しましたが、かなりもたついています。なかなかタスクバーが表示されません。
これはハードディスクから起動しているからだと思います。エクスプローラーを開いてみます。ここは3倍速で表示しています。 PC を開いてみました。 C ドライブが 931GB になっています。 SSD は表示されていません。ハードディスクから起動しているようですね。これでシステムがクローンコピーされているとは思うのですが、ハードディスクが単独で起動できるかどうかも試してみたいと思います。 PC の電源を切ります。ここからはパソコンのカバーを開けて SSD を取り出し、ハードディスクだけにして起動するのを確認したいと思います。サイドのカバーを開けて C ドライブの SSD を取り外します。外れました。クローンコピーしたハードディスクだけの状態で起動してみます。電源を入れます。 Windows が起動しました。大丈夫ですね。ちゃんとクローンコピーできています。ハードディスクからの起動で時間がかかるので4倍速で表示しています。エクスプローラーで PC を見てみると C ドライブは 931GB になっています。メニューの設定からシステム、ストレージと進んで詳しく見てみます。ストレージの詳細設定をクリックし、下にスクロールしていってディスクとボリュームをクリックします。 ST1000DM10102EP102 のプロパティをクリックして表示します。ディスクとボリュームで ST1000DM10102EP102 の詳しい情報が表示されます。メディアは HDD、容量は 931GB となっています。ここで全て終了して一旦パソコンの電源を切ります。取り外した SSD を取り付けて起動しました。ここからは USB の外付けドライブへのクローンコピーを試してみたいと思います。USB に外付けしたハードディスクが E ドライブ 118GB で表示されています。今回は Win to USB でクローンコピーを行います。デスクトップにある Win to USB のアイコンをダブルクリックして起動します。ユーザーアカウント制御のウィンドウが開きますが、はいをクリックします。 Win to USB が起動しました。左側の Windows to Go USB をクリックします。インストール元を選択で現在の Windows OS を選択し、宛先ドライブを選択でディスクに To External USB 3.0149.5GB を選択します。あとはこのままでいくことにします。続行をクリックします。これははいをクリックします。初期化中、少々お待ちくださいと出ています。処理が始まったようです。終わるまでの途中はカットさせていただきます。クローンコピーが終わったようです。ウィンドウを閉じます。再起動します。F12 キーを連打しながら PC を起動してブートメニューを起動します。UEFI ブートの4行目の UEFI to External USB 3.0
0204を選択して起動します。Windows が起動しました。これもタスクバーが表示されるまでにかなり時間がかかっています。ようやく表示されました。 USB 外付けのハードディスクからの起動なので動作が遅いのは仕方がないですね。今日はハスレオの Win2HDD と Win2USB でクローンコピーを試してみました。どちらもクローンコピーができたようです。私が使っているディストリビューターではコピー元より容量が小さいディスクにはクローンコピーができないので、これがあれば便利です。ということで今日はこれで終わりにさせていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。